典型的な抗体の模式図。二つの IG 重作と軽作が、ジスルフィド結合によって連結されている。定常領域と可変領域が示されている。抗体分子のリボン図。二つの重作は赤と青で、二つの軽作は緑と木で示されている。免疫グロブリン軽作は、抗体のサブユニットである。典型的な抗体は、二つの免疫グロブリン重作と二つの 計算から構成される。人の計算には2つのタイプが存在する抗体は B 細胞によって産生され、各細胞はただ一つのクラスの計算を発現する。計算のクラスが一旦設定されると、そのクラスは B 細胞の一生を通じて固定される。ポリクローナル有利計算発生によると、健常人での結成中のラムダ差に対するカッパさの 正常な比率は0.26から1.65の範囲である。ここからの大きな乖離は新生物の兆候である。カッパさとラムダさの双方が正常な比率を維持しながら比例して増加することがあり、これは多くの場合、血球細胞の疾患以外の要因、例えば腎臓病などの兆候である。獅子動物における免疫グロブリン検査の遺伝子は、カッパ、ラムダ、 シグマという三つの異なるグループに分類される。カッパ、ラムダ、シグマアイソタイプの多様性は、死種動物の放散進化に先んじて生じたものである。シグマアイソタイプは、両小類系統の進化後、爬虫類系統の出現前に失われた。下等積水動物では、他のタイプの検査も存在し、軟骨魚類やシンフォネ類には、イオタサが存在する。 ラクダカは哺乳類の中でも独特であり、二つの重鎖を含むが軽鎖を持たない機能的抗体も有する。サメは獲得免疫系の一部として、イグナと呼ばれる機能的な獣作、主に両体系抗体様分子を持っている。ラクダカの重鎖抗体が進化の過程で軽鎖のパートナーを失ったものと考えられているのに対し、イグナはもともと結合する軽鎖を持っていなかったと、 考えられている。典型的な抗体には一つのタイプの計算の身が存在し、個々の抗体の二つの計算は同一である。各計算は二つのタンデムな免疫グロブリンドメインから構成される。計算タンパク質のおよその長さは211アミノ酸から217アミノ酸である。定常領域は計算のクラスを決定する。ラムダクラスには四つのサブタイプが存在する。 リンパ系の個々の B 細胞は、カッパさまたはラムダさの検査のいずれかを持っており、双方を持っていることは決してない。免疫組織科学的手法を用いることで、カッパさとラムダさを発現している B 細胞の相対的存在量を決定することができる。リンパ節や同様の組織が反応性、または良性の場合には、カッパさ陽性細胞とラムダさ陽性細胞が、 混在している。しかしながら、一方のタイプの検査が他方よりも、はるかに多く存在している場合には、それらはすべて小さなクローン集団に由来している、可能性が高く、B 細胞リンパ腫など悪性である、可能性を示している。多発性骨髄腫など、主要性形質細胞で産生される、IG 検査は、ベンスジョーンズタンパク質と呼ばれる。UDIG 検査レベルの増加は、 様々な炎症性疾患でも検出される。リンパ腫の患者で見られる増加とは、対照的に炎症性疾患で増加する i g k 検査はポリクローナルである。これらの i g k 検査は肥満細胞に結合し、その抗原結合能を利用して肥満細胞の活性化を促進することが示されている。肥満細胞の活性化は様々な炎症性メディエーターの放出を引き起こし、 炎症性疾患の発症に寄与すると考えられている。IgK 査は、肥満細胞だけでなく、高中級や高根神経節の神経細胞を活性化することも示されており、炎症性疾患におけるメディエーターとしての役割の可能性は広がっている。ありがとうございます。